4分間じゃあ4分やるよ、うん、3、2、1やきらチャンネル始まるよ。みなさんこんにちは、キラキラチャンネルのひろりゆうです。今日はじゃん、こちらプライミーカクカクで書き込みます。1、2、3、88、89、90。はい、全部できました。4分間。じゃあ4分やるよ。3、2、1。スタート。はい、では4分間かき混ぜました。その後2分待ちます。次はこねます。2分こねます。もう2、1。はい、2分間こねた後はラメを好きなだけ振りかけます。暗いところで光りそうだけど。いや、スーパーボール。スーパーボールにこういう色のラメあるよね。うん。やだ、やだぜ、やだ。やだ。じゃあスライムはこれでできたということで袋にしまいましょうか、箱に。音がお下品。ペー、お尻ペー、お尻ペー。ユーナのなら、あ、そうですか。違う。いや、面白い。はい、おしまいにしてください。はい、まず1個目は終了。っていうさ、やつないの。ベリーってできないじゃん。もうダメだよ、ないと。はい、やっていきましょう。はい、次はこっち。はい、うん、はい、行きます。3分間、よーい、開始。寝る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 10秒。1。かき混ぜたので入れ物から取り出します。もうちょっとかき混ぜようか、お母さんが。ちょっと私がかき混ぜます。はい、指につかなくなるまで練っていきます。こんな感じです。で、これを型に入れていきましょう。うん、はい、でこれで1日置くらしいので、1日置くと固まるみたいなので、すごい指が、はい、1日置いていきたいと思います。今日はこちらのスライムとアイシングを作ってみました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンよろしくね。 Thank you for watching. Please subscribe. また見てね。